安全に関して安全の国際標準の定義許容できないリスクがないことと危険をゼロにするについて解説をする。外説では安全を一般の人々がどのように考えているのか工学分野の研究者、技術者が20世紀後半から最近においてどのように考えていたかを紹介する。次に安全の定義や安全を達成するためのリスクマネジメントについて紹介する。 命や財産を保護することという意味については、セキュリティ、または、保安を参照。1971年、イザヤ・ベンダさんは、著書、日本人とユダヤ人の冒頭章」安全と自由と水のコストの中で、日本人は安全と、水は無料で手に入ると思い込んでいるという、中日イスラエル公使館のある初期官の言葉を紹介した。この冒頭章について、ムカイドのマサオは、 ユダヤ人は大切な自分の生命を守るためならば、高額な費用を払ってでもホテルに居住したりするのに、対して、日本人はこれまで安全は、自然と守られているもの、または誰かが守ってくれるものと考えていたので、安全を意識もせず、民族ごとに大きな違いがある、ということにも気づいていなかった、日本人に初めて強烈な衝撃を与えた。と、紹介している、歴史的、 地政学的、宗教的、文化的に異なっている。民族間では安全についての意識が異なっており、それは国ごとの安全に関連する法律、規制、技術や消習慣、広域形成プロセスの違いとなって現れている。科学技術における安全の定義は国語辞典での定義と異なっており、時代とともに変化もしている。1950年前半から1980年後半まで、 安全性の研究は、信頼性の研究の一部であった。1970年代、世界各地で、プラントの重大事故が発生した。1976年に発生した、イタリアのセベソ事故をきっかけとして、当時の欧州委員会が1982年に、セベソ指令として、欧州統一の安全規格を策定した。1990年、国際基本安全規格第一版が策定され、 品質は安全の同義語ではなく、品質規格と安全規格のそれぞれの役割を混同すべきではない。絶対安全は存在しない。と宣言した。そして、安全とは、需要できないリスクがないことと定義された。その後、1999年に ISO-IEC ガイド51-1999が発行されたが、安全の定義に変更はなかった。 2014年 ISO IEC ガイド51 2014で許容できないリスクがないことと定義が改定された。しかしながら日本では現在においても消費者の多くは安全といえば一切危険は存在しないという絶対安全を考えている人が多くリスクの概念や消費者責任の意識に乏しくただ騒いだり不安になったりするだけの傾向もある。 特に報道機関も含めて過剰多様としか思えない例もあると、向井戸の正夫は書いている。安全の用法や定義安全を扱う学問には安全学や安全工学がある。学問安全の用法や定義は領域ごとに定義の仕方が異なっている。各国ごとの個別の歴史、地理などを踏まえると、どのように考えられるようになっているかまた、 最近世界でどのように整合化が進みつつあるのか、一つ一つ見ていく。国語辞書での用法説明とりあえず、国語辞書は実際はどのようなものなのか、学問的に説明する役割、任務があるとされている書物の説明を見てみる。文部科学省科学技術、学術審議会配布資料、人とその共同体への損傷、並びに人、組織、 公共の所有物に損害がないと客観的に判断されることである。ここでいう所有物には無形のものも含む。技術界の国際的定義一般社団法人電子情報通信学会によれば、1950年代前半にアメリカ軍を中心にして信頼性の研究が開始され、1980年代後半になり、信頼性研究から安全性研究が 独立するようになった。1990年、国際基本安全規格第一版が発行され、安全とは、需要できないリスクがないことと、国際的定義がなされた。2014年、国際基本安全規格で定義が改定され、安全とは、許容できないリスクがないこととしている。また、同規格では、許容可能なリスクは、レベルオブリスクウィッチーズアッコセプテッドイン。 英義文コンテキストベースと、オンザカレントバリューズオブソサエティコンテキストにおいて、受け入れられている水準のリスクと定義している。また、リスクは、危害の発生確率及びその危害の程度の組み合わせ。危害は、人の受ける身体的障害もしくは健康障害、または財産もしくは、環境の受ける害と定義している。リスク及び、危害も、参照労働管理での、 定義労働安全衛生マネジメントシステムの国際標準は z ス s 1 8 0 0 1であったが2014年時点では ISO CD45001-2014 が審議されており安全の定義は国際基本安全規格 ISO IEC ガイド51-2014の許容できないリスクがないことに統一される見込みである福岡労働局 労働基準監督署は、配布物、絶対安全はありえません。において、リスクアセスメントに、取り組み安全で快適な職場づくりを目指しましょうと、書いている。安全問題を扱う学問としては安全学や、安全工学がある。2000年2月に、日本学術会議より、安全に関する緊急特別委員会報告において、社会の安全をより確実なものにするために、 従来の安全工学的なアプローチを拡大して、より広い立場からの安全学を構築することが提案された。なお、関連する学問として失敗学もある。安全を実現するためには、以下のステップを繰り返すが必要がある。リスク対象の定義リスクの見積もりリスクの評価、リスクアセスメントも参照そのリスクが許容できるか、判定リスク対応そのリスクが許容できない場合は、 リスクを許容できるまで提言、回避、リスクマネジメントも参照リスクの特定手法及び、リスク分析手法には、トップダウン手法とボトムアップ手法がある。ものづくりの安全分野において、トップダウン手法としては、一般的な FTA や原子力分野で使われている ETA などがある。ボトムアップ手法としては、フミラなどがある。リスク分析も参照リスクの許容判定方法では、 一般には影響の大きさと影響の頻度から求める。影響の大きさとしては人を基準にして多数死傷継承。頻度としては隕石で死ぬ頻度から交通事故ぐらいまでで考える。対象分野によっては回避性などを考慮する場合がある。リスク対応ではそのリスクが許容できない場合はリスクを許容できるまで低減、回避させる。低減方法には 本質安全と機能安全などがある。機能安全も参照安全文化の概念は国際原子力機関の国際原子力安全諮問グループが旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所事故に監視取りまとめたチェルノブイリ事故の事故後検討会議の概要報告書において取り上げられ、その後国際的な場で広く議論されるようになった。日本の現場で頻繁に用いられている緑十字。 日本での安全のシンボル。日本人が現場で好んで掲示する安全第一のサイン。日本の文化の一つであり、安全性の向上に貢献してきた。日本国内における安全文化と欧米での安全文化は異なると言われている。日本では人の努力やメンテナンス、改善によって安全を担保しようとするのに対し、欧米では人はミスする、機械は 壊れるるという前提に立って安全を考える日本の安全文化は生前説で、欧米の安全文化は昭和留説とみなすことができる。日本では発生件数を減らすという点を重視しており、欧米では重大災害が起こらないという点を重視している。国家における安全基準は安全を担保するものではない。国家における安全基準は最低限の規制基準であり、 事業者は、これを満たすのは当たり前である。事業者は、危険源を網羅し、いかに安全レベルを高めるかが使命である。安全確保の第一義的責任は、事業者にある。技術基準のあるべき姿は、ステートオブザアーツである。機械や、道具の安全が保てる、負荷の範囲を安全率と呼ぶ。交通安全及び、安全運転も、参照、労働安全及び、労働災害も、 参照安全衛生、職の安全も、参照環境の安全、国家の安全、安全基準、安心安全性的安全に一旦取得した権利は、りに奪われることがないという安全、動的安全もともとの権利者の権利を犠牲にしても、取引自体を保護する、取引の安全、全員取得、表権代理、権利外管理論詳細は、保安を参照。ありがとうございます。